高のダブル宙返り。そうですね、なかなかスピードがあっていいですね。はあ、まあ、この選手は今回あの他の種目では失敗が結構多いんですけどね、なかなか思い切った技をやってますね。そういう点で、それは一つはあの今回のルーマニアの送ったという狙いもあると思うんですけどね。あの非常に身体的な条件もいいものを持っているので、あの動いてるという感じで、あの非常に動きにあの、ダイナミカルなものがありますし、見栄えがしますね。そうですね、この人ももうすぐにナショナルチーム候補に入って